どうも皆さんこんにちは、はじげです。以前の動画でもお伝えしたことがありますが、日本は起訴されると 99.9% が有罪になるという話があります。これは刑事裁判で言われている言葉です。訴えられている被告人は一個人なのに対し、訴える側は検察官、つまり国家権力を扱う側の人間です。そしてそれを裁く裁判所も国家権力です。有罪率 99.9%、 検察側は事前に徹底的に証拠を揃え、被告人が有罪であることを証明するのに足るとなった段階で起訴に踏み切ります。何が言いたいのかだんだんと見えてきたでしょうか。つまり言い換えれば、起訴するのに十分な証拠さえ揃えられれば、起訴に踏み切り有罪にすることが可能ということです。たとえそれが偽装・捏造されたものであっても。今回はそのような闇が囁かれるお話です。真実を明らかに。詳細です。高知白バイ衝突死事故。2006年3月3日、高知県阿川郡春野町、現在の高知市にて、白バイに乗った警察官とスクールバスが衝突し、白バイを運転していた巡査長、当時26歳が殉職しました。その後に行われた現場検証や発見された証拠から、本件はスクールバスを運転していた片岡春彦氏59歳の業務上過失致死が認められました。裁判で認められた事実の中では、道路左側のレストラン駐車場から出てきたスクールバスが、国道56号の交差点に道路外から右折横断、進入しようとしたところ、白バイの接近に気づき急ブレーキをかけたがぶつかったとされ、検察側が提出したスクールバスの急ブレーキによるスリップ痕の写真が決め手となり有罪判決。片岡氏には1年4ヶ月の禁錮刑が言い渡されました。しかし片岡氏は事故発生時にバスは停止していたと頑なに主張します。またその主張を裏付けるように、交通事故鑑定人による検証実験や目撃者への直接の取材においてもバスは動いてなく、白バイを運転していた巡査長の自損事故ではないかとの声が多数上がっています。それにもかかわらず、警察は片岡氏に過失があったという真実を突きつけました。それはなぜか、そして本当にそれは真実なのか、その裏にはある事実が隠されていると言われています。片岡氏に恨みがあった？違います。残された遺族のために真実を追求した？違います。事故が発生した当時、現場周辺では警察庁が発した白バイの違法な高速走行訓練を県警の本部長が受け取り、それを部下に貸したと言われています。あくまでこれが噂だと言われているのは、警察がこのことについて認めていないからです。これが本件のキーポイントです。裏にある事実、それはお金です。警察は白バイの違法な高速走行訓練を実施していた事実が発覚し、その賠償金を殉職した巡査長ご遺族に払わざるを得なくなる状況を回避するために、片岡氏とスクールバスの所有者である仁淀川町に罪をなすりつけ、その賠償金の支払いまでをも押し付けたと考えられています。その金額は1億円にも上りました。バスは停止していたと思う。中央分離帯で停止していて、そろそろ行けるかなと思った時に白バイが当たった。バスに乗車していた生徒らはそう述べています。またバスのすぐ後ろを走っていた同校の校長は、目の前で見ていたがバスは止まっていたと証言しています。ではなぜこれらの証言があったにもかかわらず、それらが無視される結果となったのか。それは別の証言があったからです。目視でバスは時速10キロで動いており、白バイは法定速度内のスピードで走っていた。そう証言したのは同地区を巡回していた別の白バイ隊員でした。裁判の際、日頃から目視の訓練を行っている白バイ隊員の証言の方が信用性があると判断されたのです。この目撃証言をした警官、片岡氏の主張では、なんと事故発生後に現場に現れたと話されており、このことから偽証罪で告訴するも棄却されています。事故発生直後、現場にはすぐに警官が集まりました。白バイが20台と警官延べ50人、片岡氏は現行犯逮捕され、さらに証人としてバスの後ろを走っていた校長も警察署へ連れて行かれます。そして現場には関係者がいない状態で実況見分が行われました。関係者がいない中での実況見分は普通ではありえないことです。1時間後に片岡氏が現場に戻った時には、バスも白バイもすでに撤去されている状態でした。
その状態で現場検証が行われ、なんとパトカーから降りることすら許されず、パトカー内から警官に言われた通りの車停止位置を指で示すことになり、それがなんと実地検証の写真として使われたのです。そんな状態の実況見分から裁判で証拠として提示されたのが、急ブレーキによるブレーキ痕。このブレーキ痕は捏造だと言われています。その理由はこれらになります。ブレーキ痕にあるはずのタイヤの溝が映っていない。現場検証時に前輪部分にハの字のブレーキ痕がついていた。しかし再現実験では何度やっても後輪部分にブレーキ痕はつくものの、前輪部分には跡はつかなかった。そして証拠として提出されたブレーキ痕とされる写真のような跡は、水分とブラシで簡単に同様の跡が作れることが分かった。しかし裁判で警察側は、やじ馬やマスコミが大勢いる中で捏造したブレーキ痕を作るのはありえないこととして捏造を否定しています。これに関しては、事故が発生してから片岡氏が戻るまで1時間の時間があり、警官50人に白バイが20台、さらに現場周辺には立ち入れないことを考えれば、ある部分を囲ってしまえばその内部で何が行われているかはわからないんじゃないかと思うのは私だけでしょうか。またこのヤジ馬の写真は合成されたものであるという鑑定結果も出ています。さらにこのブレーキ痕の証拠写真は、フィルム鑑定士の三宅陽一氏によって何らかの液体を使って描いたものであると断定されています。おかしな点はそれだけではありません。高知県警がなぞったブレーキ痕は2メートルにも及ぶ長さでした。時速10キロで走っていたとして、急ブレーキしたところで2メートルも跡が残るのでしょうか。裁判ではなぜかブレーキ痕は 1.2 メートルと短くなっています。そして裁判所に提出された現場写真を収めたとされる根が6本について、製造年月日を鑑定士が調査した結果、そのうちの1本は間違いなく事故後に製造されたネガフィルムであることが明らかになっています。これを製造元のに問い合わせたところ、記載した製造年月日が間違っていましたとのふざけた回答でした。このことからも本件に加担しているのではないかと言われています。そして証拠として提出された写真のオリジナルネガフィルムは未だに開示されていません。これだけの怪しい点が出てきてもなお、裁判所は片岡氏を有罪と判決しています。その裏に見え隠れするのは警察の闇。こちらも数点紹介したいと思います。第一審の判決を下した裁判官はその後、東京高等裁判所の刑事部に移動するという異例の出世をしています。証拠が偽造である可能性について鑑定を認めた裁判官は逆に飛ばされています。そして本件について片岡氏を支援し、警察の闇を暴こうと動いていた小松氏が軽犯罪法違反の容疑で起訴されました。理由は県警本部長宅の周囲で大声を出し、警官に制止されてもそれをやめなかったからとされていますが、小松氏は制止などなく本部長宅前で本部長をなじったよさこい節を歌って通行しただけであると容疑を否認しています。この小松氏の元には警察からの本件に関する内部告発が多く届いているそうです。捏造に関わったとされる警察幹部の一人は、採用試験で親しい女性を特別扱いしたことで公安委員会から監査請求をされていますが、その際、自分を処分するなら高知白バイ事故についての全貌をバラすと話しており、その後の経過は不明です。また別の人物は公用車を好き放題使っているにもかかわらず、県警はなぜか注意処分のみとなっています。私が思うこの事故、いや事件の真実は、公道での高速走行訓練を命じられたがスピードを出しすぎた白バイ隊員が制動を失い、止まっていたスクールバスに突っ込んで死んでしまった。ところがこの陰には全国の警察組織に公道高速訓練を課した警察庁の有責問題が潜んでいるため、高知県警は証拠を捏造し、バスは止まっていたにもかかわらずスクールバスの運転手である片岡氏が有責であるかのように偽装、片岡氏の業務上過失致死罪にすり替え、県警が組織ぐるみで無実の市民を罪に陥れた事件ということです。本件はなぜか冤罪かもしれないとして各メディアで取り上げられることはあっても、革新的なところに迫るものは一つもありません。私はそこに何らかの圧力がかかっているとしか思えないのです。本件は片岡氏から再三の再審請求をしていますが、今まで全て棄却されています。本件に関する片岡氏の動き
は2018年6月7日、再度の再審に向けて準備をするとなって以降進展はありません。殉職された白バイ隊員の名誉のために、そして残されたご遺族のために、真実が明らかになることを願ってやみません。それではご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。